皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー MC の涼次です。よろしくお願いいたします。久々に名前聞いた気がする。なんかここ数本言ってなかった？ここ数本名乗るの忘れてましたね。まあいいんですよ、小室さんの番組ですから。はい、このおっちゃん誰やねんってずっとみんな思ってると思いますよ。いやもうでも10本以上やってるんで浸透してきてないですかね、そろそろ。どうなんでしょう、うん、コメントに書いてもらったらどうです？あ、うん、コメントにご回答いただけましたら、あのそれにのっとって良きように振る舞いたいと思います。言わなくていいのか言った方がいいのか、ちょっとコメントください。、ね、お願いします。はい、それではですね、汗かいちゃった今。、本日のニュースです。はい、はい、正義マンとバカにされても未然に防いでなんぼ、性犯罪許さない男性の生きる道。うん、2月21日配信ですね。弁護士 .com ニュースがついてます今度はね、うん、報道です。はい、なんかね、正義マンちょっといつもおかしいよ男性こういうとこっていうところじゃないですか、切り口が、うんうん、違いますよね今回。うんうん、中入っていきましょうか。はい、去年の9月のことですね、大阪市の居酒屋で、店主を含む男性3人が30代女性に睡眠薬入りの酒を飲ませて性的暴行をしようとしたとして準強制性交等未遂の疑いで逮捕された。うんうん、まあ、一緒に男性が飲んでたんですけども、その男性が一緒に飲んでいる女性に睡眠薬入りの酒を差し出した、うん、そのことに気づかず女性が口にする、うん、その直後捜査員が現場に踏み込んだ。ほう、うん、都内に住む民間人の男性、うん、草加哲也さんが警察に情報提供するなどして被害を食い止める一役を買いましたというね、うんうん、まあ、この人が正義マンと言われている人らしいです。うん、まあネット上で正義マンって言われている感じで、別に彼が正義マンって名乗ってるわけではないらしいんですけどね。で本人はむしろちょっと揶揄されているような感覚で聞いてるみたいですけどもね。じゃあどんな人かっていうんですけど、ツイッター上に性犯罪を絶対に許さない会というネットワークがあるんだそうです。はい、はい、でその先ほどの大阪の事件でも逮捕された3人のうち20代男性がネット掲示板で暴行を呼びかけていた、うん、で昏睡という名の LINE グループで参加希望者と連絡を取り合っていた、うん、まあ変な男がいますよね。なんかグループ名昏睡、グループ名までつけて活動して、なんかの秘密結社かなんかだと思ってるんですかね。あれを思い出した、あの、うん、インターネットがまだこう、ね、はい、当たり前じゃない頃に、うん、痴漢一緒にやりましょうっていう掲示板があった。あ、そう、あれ思い出した。ありましたありました。はい、うん、それの現代版ですよね。はい、それあの当時私が勤めてた会社で映像化してましたね。はい、私はそこの、掲示板で、うん、はい、出会った男性たちが、はい、あの出演者でした。うん、はい、痴漢ネットっていう、あ、そうそう、ビデオでしたね。そう、はい、痴漢ネットで、うん、出演者を募集して、そこからリアルに痴漢が来て、うん、私の作品で共演しました。あ、マジですか？マジです。はい、ちょっとドキュメンタリーっぽくなっちゃってるじゃないですか。いや、全然ドキュメンタリーです。あ、そう。そんなことがありました。はい、あのね、AV はフィクションですっていう体ですからね、私たちは。そう、はい、フィクションです。はい、次行きましょう。はい、はい、まあ、それは AV じゃなかったですもんね、でもそれはね。はい、先行きます。はい、協力者が参加希望者を装って、犯行場所や日時を掴んだ。うん、要はこの中に、あの、なんていうんですかね、はい、うーん、俺も行くって言って入り込んだ、おとりで行ったってことですね。はあ、はあ、はい。で犯行場所や日時をつかんで、うん、外で警察が待ち構えていた、うん、でこれ10年ほど前から女性への性暴力を阻止する活動を始めていて、2020年夏から本格的にチームを作って取り組んでるらしいんですね。うんうん、でネットパトロールなどをしている協力者などからの情報提供をもらって、先ほどのような事故の未然防止をしていると。うん、でこれね、あのさっき
私たちの出身地の問題でちょっと胸が痛いという話をしたんですけど、座間事件がその2010年のきっかけではあるけれども、活動自体は10年ぐらい前からやっていると、うんうん、で言われるには、ツイッターにはブラックな面があります。座間事件以外でもツイッターで知り合って殺害される事件があります。そのことが事前に分かっていれば止められるのにと、うんうん、でこの正義マンさんはですね、加えて、まあ、座間事件が一番大きなきっかけではあったけれども、その下地10年間似たような活動を地道にやっていた頃には、20代の頃に知人が巻き込まれた事件が大きなきっかけとなっていて、それはもう本当に許せないものだったと、その記憶があると、うん、でどういうものかというと、知人の女性が男性から金銭的にも肉体的にも搾取されていた、うん、身も心もボロボロになっていました。で日下さんは男性と話し合いを持ちました。でまあ年上で背も高い男性だったらしいんですけど、別に怖いとは思わなくて、何とかしたいという思ったところで話しに行ったんだけれども、うん、一見まともなことを言っていれば通じるだろうと思っていたのに、全く話が通じないことがショックでしたっていう、この全く話が通じない人が現にいるっていうことですよね。こういうね、はい、はい、うん、怖いなと。全く話が通じないというところで、うん、痴漢加害者の方も、はい、うん、あのもしかしたらこの全く話が通じないに入るかもしれないなと今話を聞いてて思ったんですけど、うん、はい、うん、痴漢加害者の方ってあの同じ心理が働くんです、皆さん、はい、痴漢をしないでと、うん、言われてないから痴漢をしていいという、うん、こういう心理が働くんだそうです。そうなんです、うん、被害者の女性がノーと意思表示をしていないじゃないかと、うんうんうん、だから俺たちはそれをイエスと取ってしたんですっていう、こういう痴漢心理が多くの加害者には働いていると。心理なんですかね、それって単なるなんか言い訳というか、なんかまあまあまあ、うんうん、最初に触ってんじゃんだってっていう話ですからね、うん、試しに触るのはもうアウトでしょ、だってそんなのアウトなんだけど、はい、その加害者としてはそういうことを皆さん口々におっしゃるというのは、これはあのよくこのね、本当にそれは話通じないでしょうね、うん、ここの番組でもよく出てくる斉藤昭義先生のお話でもよく聞かれます、うんうん、で例えばですね、これあの昏睡という LINE グループを作って暴行を呼びかけたとか、うん、3人で店主も含めてですからね、うん、店が営業停止になるとか、そういうことは思い浮かばなかったんですかね、この人は。浮かばないんでしょうね。おかしくなっちゃってますよね、頭が。これはもうこれが初めての犯行ではないんでしょうね、おそらく。そうでしょうね、うん、まあ予測なんで何とも言えないですけれども、はい、まあ、だからそういうあのこういう正義マンというふうな活動をしている、あ戻っちゃった、はいすいません、はい、いる傍らでこういうグループを作ってやれば平気だと思ってる人たちとか、うん、あとね前 TikTok のところで話しましたけど、13歳の小学生の女の子に会ってくれないと家の前で死んじゃうとかいうおかしな人がいたりとかですね、はい、そういう本当に話が通じないような男性もいるってことですよね、うんうん、本当に、はい、話が通じる通じないって、もしかしたらその人が思っている常識、うん、非常識の問題もあるかもしれないですけどね。ただこれはもう倫理観の問題じゃないですか、うん、はい、うん、っていうところでですね、ちょっと今日事前に読んでいただいた重たい本をご紹介したいんですけれども、はい、これあの最近 YouTube とかネット上でですね非常に話題になっている命がけの証言という本なんですけれど、何かって言いますと、まあ新疆ウイグル自治区って呼ばれてますけど、まあ国としては東トルキスタンという、もともとは呼ばれていた国ですよね。そこに中国共産党が入ってきてどんなことが行われているかっていう、はい、
の複数の方の証言を漫画にした本なんですけれど、うん、複数の人の証言が一致しちゃってるんですよね、これ。はい、私も読みましたけど、はい、一致してました。はい、だからまあおそらく間違いじゃないんだろうと思うんですけど、うん、もう本当にあの命に関わるというか、もうむしろ虐殺と捉えられるようなことがたくさん書いてあるんですけれど、プラスですね、あの女性に対しての性差別というか、性も抑圧というか性搾取ですよね。搾取ですね。もう完全に、うん、あのまあ何百人も男女がいる前で、あの女性20代の女性がその発言を求められて、警察からですね、で、うん、あの私はこういうことを共産党から学びましたって宣言をさせられた後に、じゃあ服を脱げと言われて、うん、複数の警察官に襲いかかられて、みんなの前でそれを見せられるというところがあったりとかですね、あの妊娠6ヶ月で施設の外に放り出されて首を吊って死んでしまった18歳の、うん、まあ、妹さんの話とかもあったりとかね、うん、こういう話をすると遠い世界の出来事で、まあ、俺たちそんなことはしないぜって思うかもしれないですけど、全くつながっちゃってるような気がしてしょうがないんですよね、感覚的に。あの女性の性っていうものが、うん、男性にとってまたは国、うん、世界にとって尊厳、こう尊重すべきものであると同時に、うん、脅威でもあるのではないかなって私は感じました、うん、はい、その女性の性を男性が抑圧して支配しないと、うん、男性は本当は怖くて怖くて仕方がないんじゃないかなっていうのも一方では思いましたね。この中にもやっぱり中国共産党はウイグルが怖いとか、ね、うん、他の国が怖いとかモンゴルが怖かったとかいろいろ書いてありますけれども、ただ怖かろうがなんだろうが、やっぱり相手の人権、女性の人権をちゃんと尊重しなければしてないわけじゃないですか、うん、でしかもそれに気づいてもいないし、話しても通じないわけですよね、うんうんうん、思想的にいつかそっちに向かっていっちゃうんじゃないんだろうかっていうのが、私はものすごい怖いなと思いますね、うんうん、こういう人がじゃあどこでそのね、自分の思想がちょっと他の人と違うかもしれないと気づくのか、おそらく気づくきっかけもないままその人の一生が終わっていく可能性も高いなって思いますよね、はい、なんだろう、人を極端な話ですよ、はい、誰かを殺めたとしても、うん、その中の当たり前であれば、うん、おかしいことでも何でもないじゃないですか、うん、ね、その人が、はい、これが僕の常識で普通だ、うんうん、当たり前だから、まあ、その人の中ではそうそう、その人の中ではです、はい、うん、うん、はい、だそれに気づくっていうのは、うん、難しい話なのかなとも思うんですけど、うん、とはいえですよね、はい、うんうん、あのぜひですね、皆さん あっちこっちで紹介されてるんで今更って思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、漫画ですので1時間ぐらいでも全部読めます。ぜひ読んでみてください、で多分目を背けるようなことだなと、はい、ひどいなと思うと思います、うん、ただこういうことを普通に思ってしまってる、感じている人たちはこっち寄りの人なのかもしれないと、危機感を持っていただきたいなと、うん、心から思います、はい、男性としてもそう感じると、うん、思います。もうこれ女性が読むと、はい、本当に一日立ち直れないぐらいかなり、うん、はいはい、これがその世界のか、ね、一部で起こっている事実なんだと思うと、はい、目を背けちゃいけないなと思いましたね、うん、一つだけ中のエピソード、まあ細かいエピソードは紹介しましたけども、うん、データを一つ挙げると、ウイグル自治区では中国共産党が入ってきてから400万人人口が減っているということでございます、うん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 、というところで、はい、大変かと思いますが あの
大変です。まとめていただければと思います。これをまとめるのは非常に大変だと思うんですけれども、はい、どうしようかな、どうしようかな、はい、あのお貸しします。マジかだいぶ私が予定したところと違うところで話が飛んだので、うんうん、どうしようかなと思っているんですけれども、さっきも私がちらっとお話しした通り、女性の性っていうのは今までは男性に支配されてきた。そうしないと男性が権利や力を行使できなかった、そういう世界だったのかもしれない。で、今もその世界がどこかで、世界のどこかで残っている。でもそれに対してそれはおかしいよという声もやっと上がってきた今の時代、私たちは女性の性というものに対してどう考えていくのか、それを問われているのではないかなと思います。じゃあ、ね、こういう番組を持たせていただいて、小室由里がこう考えていますという発言する場所を与えていただけたのであれば、私は女性の、日本の女性の性というものを声高に言っていかなければいけない立場の人間なんだなと思って、あえてこの場で発言をさせていただきます。女性の性は、はい、男性に支配されるものではなく、女性の性は女性のものですということを、お伝えしておきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。大変でした、まとめんの。はい、はい、ちょっと重たい空気のエンディングでございますが、小室由里のネットでウィークエンダー、今週はここまでとさせていただきます。またお会いしましょう。ありがとうございました。読んでください。